え、一発勝負でやると切った短歌なら呼んでこいよ救急車。アル強い。ダメだ。言うことないわ。アル強い。ヒカキンゲームズ。YouTube バトルラップチャンネルへようこそ。ついにこの日がやってきた。頂上決戦。ヒカキン VS R指定。先行ヒカキン。ブリンナビー。おうおう、R して、俺が言っとくけど、ここ YouTube 土俵、ここ俺で勝てないよ。俺のが先輩、後輩、YouTube、あれブリンザビーツで、ビーツが上がってなかった。そうそうそう。すいません。ほんとだ。ビーツ。はい、というわけで、ここゲームチャンネルです。はい、すいません。ハロー YouTube。ヒカキンゲームズへようこそ。どうも、ヒカキンと、クリーピーナッツの、R してと、DJ 松永です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いやもう本当は僕ここねラップバトルしたかったんですけど、はい、まあ正直もうね試合になるはずもなく、今日ゲームでボコボコにしたいと思います。負けないぞ。ゲーム普段あんま得意じゃないですか。あんま得意分野ではないですね。それで案外上手いとかやめてくださいね。で今日やるゲームがエイムズっていうゲームで、スマホゲームなんですけど、クリーピーナッツのお二人がゲームの中のキャラクターの BGM を担当されてるっていうね、そんなコラボしてるゲームということで、はい、そうなんです、はい、ありがとうございます。なんて曲でコラボしたの？バッドオレンジーズっていう曲でコラボさせてもらってて、はい、曲の内容的にはそのキャラクターがちょっとヤンキーなんです。あでも別に俺らヤンキーではないのでどないしようと思ったんですけど、よく考えたらむちゃくちゃ俺ヤンキー好きやなと思って、そういう内容の曲というか、まあでもまあバッドオレンジズ、よくすると腐ったみかんの方程式というか、あの有名な千葉先生のラインから連想して作った曲。それでもあれですよね、そのキャラを使って、はい、ゲーム中でトップになんないとなんか流れないんですよね。今回のこのゲームなんか51人で戦って、最後に一番生き残ってお金を一番持ってたやつが勝ちっていうバトルロワイヤルなんですよね。ただね、ちょっとゲームやる前に話したいとか聞きたいこといっぱいあるんですよ。はいはいはい、はいね、会う機会そんなないんで。でこれ見てる皆さん、ヒカキン、クリピーナッツ初対面でしょって思うじゃないですか。初対面じゃないですよ。そうなんですよね。そうなんですよ。まずここヒカキン DJ 松永、はい、ここ新潟出身で、そう実は我々売れる前から何度かね、下積み時代、まあ下積み時代もちょっと売れてきてる、うん、いや俺は全然でしたよ。ヒカキンさんもうすでに名が上がってて、だって俺そこそなんか相談した気がしますもん。なんかそれこそイベントの打ち上げっぽいやつで、なんかね、こう鳴かず飛ばずなんですよみたいな話した記憶がありますよ。ただ世界一になるとは当時思わなかった、うんうん、そうっすよね。思わなかった。DJ 世界一ですか？いや、とんでもないです。ラッパー日本一で、さっきツイッターを遡ったら、まず2013年に僕ツイートしてて、ヒカキンフィーチャリング R してみたいな感じで、同じクラブでステージ立ってセッションしてるんですよ、うん、ここしてた、してたんですよ。僕めっちゃ細いんですよ。あんま変わんない。もうちょっと縛っててこうグッてやってる。あーそっか、新潟の人たちが東京でやるイベント。あ、そうそうそう、本当にちっちゃいクラブでやったイベントでたまたまいて、なんか当時でも7年前なんで23、4とか21、2ぐらい、そんぐらいっすね。そんぐらいで当時、あ、なんかこの人ラップのバトルとかでクソラップ上手い人だなみたいな感じ。そこでなんか普通にそのイベントのある程度みんなライブとか終わって、最後なんかオープンマイクみたいなセッションみたいな、そう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 、時にまあ俺もフリースタイルとかオープンマイクとかするんで、その流れでやってたらヒカキンさんもビートボックス入ってくれて、うんうん、一緒にセッションしたみたいな。そう、なんかヒカキンなんちゃらって言ってくれたのはこの課に覚えてる。ヒカキンのビートボックスに乗せるみたいな言ってくれてたのは覚えてるっていうくらい昔と、これもうさっき見たら、あー、はい、ツイートしてる、見せたいな、これちょっと見せたいな。え、なんかね、DJ 松永が寝てるっつってツイートしてるんですよ。え？やばい、やばいのがあるけど、やばいのがあるけど、これなんかだいぶやばい。ヒカキンと昔の R して似てるってコメントあったら、比較したら確かに雰囲気に出て笑った。いや別に似てないんだけど、髪の毛の跳ね方が外跳ね、ヒカキンさんこれ相当昔ですよ、これ。ガリガリっす、ガリガリ、俺も細いし、増量してる。これだ、これ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 、寝てる、これ寝てる、寝てるよ、寝てるんですよ、これ寝てる。
つまんないのかな。そう、これなんかもう寝てて、よくないよ、よくないよ、打ち上げでつまんないのこれで、あ、思い出した、これ5年前ぐらい。これ渋谷っすよね。これ渋谷、渋谷、思い出した俺この時。今もうだいぶ年月が経って僕が聞きたいことがあるんですよ、はい、まず RC さんといったらやっぱテレビ番組僕ずっと見てたんですよ、ラップバトル。あー、はいはいはい、あの番組圧倒的にまあ断然強いじゃないですか。そんな中で、なんだろう、あれって、まあ、いきなりこう知らないラッパーと当たったりとかするわけじゃないですか、はいはいはい、結構下調べとかしていかなきゃ、なんか勝てないじゃないですか、はいはいはい、でどんくらいリサーチして、まあ、これあんまり今後のバトルに響くとかノウハウが言いたくないとかあったらあれなんですけど何が他と違うからあんな勝てるんですかね。俺が強かった理由みたいなのを自分で考えたりとかしてもあんま分かんないんですけど、誰かが言ってくれたのは多分めっちゃ相手のラップ聞いてるみたいな。相手のターンにめっちゃ俺聞くんですよ、こうやって。ああ、その現場で。だから言うても10代の頃とかラップバトルやり始めの頃はなんかある程度用意したものみたいなとかを持ってったりした時もあるんですけど、それはやっぱ勝てないですね。ああ、要するにその、あのネタくせえネタくせえみたいな。そう勝てない。やっぱりそれでも勝てる人とかおるんですけど、ある程度お客さんの耳超えてきてると、あ、このラインはだって今関係ないし多分考えてきとるなみたいな。若い子のラップとかももう見たらなんかなんとなく見続けてたら分かるやん、うん、この子この韻めっちゃ考えてきたやろなとか。やっぱ俺とか他のバトル出てる人とか勝てば勝っていくほどリサーチされる材料は多くなっていくわけですよ。顔も知られてるし、ラップのスタイルも全部手の内バレてるし、曲も聞かれてるし、ツッコミどころ、上げ足の取りどころっていうのは山ほど出てくると。でそれをそのバトル中の文脈の関係ないところで相手が言ってきたら、考えてきたでも意外とそれって湧かないんですよね。あ、考えてきてガチガチにインフン出ても、そうそう湧く時があるんですけど、もう結構それはなんかこっちも想定内のパンチみたいな感じなんですよ。むしろその場でしか出てこない言葉とかが出てきた時の方がバーンってやっぱりいいラップになるっすね。それは多分俺もやし、若い頃も全員ベテランの人も多分その場でほんまにパンとひらめいたやろなみたいなワードが結構決め手になったり。それ出すにはどうすればいいんですか。それのために俺はめっちゃ聞くみたいな、相手のラップを。で言うても急にその現場で新しい言葉の韻の組み合わせ思いついたりっていうのがめったにないんですよね。だからどっちかというと人によって全然違うんですけど、俺の場合は多分長い言葉の韻とかがあったら音だけが頭に多分搭載されてて、珍しい言葉が出てきたりとかした場合はね、その音の引き出しみたいなのが無数にあって、でたまたま相手がその場で言ってきた言葉があるとするじゃないですか。例えばその相手がこの難しい4文字熟語とか使ってくる子とかはおるんですよ、はい、俺も10代の頃めちゃくちゃ使ったし今も使うんですけど、それでなんか雑心昇胆みたいなことをワードで言われたりしたら、アンアンアンみたいな音の引き出しがパッて開くんですよね。そこに何もなかったら多分即興で諦めて別のとこが拾うんですけど、そこにもしアンアンアンみたいな音の引き出しがパッて開いたら、そこハリーポッターがあったらポッて持ってこうかなみたいなとか、サニー操作もあるやんけみたいな感じでこう持ってきたりとかそれがうまいこと持ってこれるのがまず第一段階で、その韻の引き出しが開いたとして、それとそれをつなげるワードがめっちゃ大事みたいな。あー、まあそれだけ思いついてパンツ出しても文脈が、そう、その韻だけ思いついて、うーん、ガシンジョンダンやからお前はね、カンやあってのお前はハリーポッターやみたいに言っても全然意味がないそのあい、だから例えば韻がめちゃくちゃ短くてもその間の文章がかっこよかったりしたらほんまにドカンと湧くし、誰でも思いつくような韻でもそれをつなぐスキルとかがあれば、むしろ別に韻が思いついてなくても言い任せだけでかっこいいラップになる場合もあるし。 YouTube 初心者ラップチャンネル一緒にやりませんこれ完全にもうめっちゃ普通聞けないこと。そう、でも多分俺の場合はなんで、ほんまに全然違う脳の回転の仕方してる人とかもおると思う。でも脳の回転で言ったら俺やっぱり諸説あるとは思うんですけど、俺の見立てではやっぱりシンペータさんの脳の回転より速い人見たことないですね、フリースタイルで。そんな回るかねとか、そんな出てくるウィンって即興でみたいな、あの速さはちょっと低っす、ほんまに。うわぁ、ちょっと待って、こんなにしっかり話してくれると思ってなかったんで、うわぁ、すげえ、すいません、大丈夫ですよね。でもこれ貴重な話なんで全部使いたいんで、すっごい、もう一個いいですか。はい、胃に穴開けたかなんかでそれでちょっと入院したぐらい。ルーティンみたいなものって、その演目なんですけど、プレイの最短で1年かかるんですよ、それ作るのに。チャンネル X くらいてなわけで僕聞きたいこと全部聞いちゃったんですけど、じゃあせっかくなんで、はい、
こうテレビでもよく見てたんですけど、はいはいはい、いくつか単語を決めて、はい、即興で ラップしてもらうっていう、はい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 、やってもらいたくて僕ビートボックスするんで乗せてもらいたいんですよ。7年、7、8年越しのうわソードセッション。うわやばい、大丈夫かな。現場でやってたのが YouTube、ね、ついにそうっすよね、進化してますから。じゃあ DJ 松永氏はここでちょっといや僕はビートを回してるから。すいません機材なくて。いやでちょっとうちの事務所にあの、ね、ターンテーブルなくて。あそうですね。次回までにぜひ。あそうですね。ちょ準備しておきます。そんな全然大丈夫です。じゃあ、はい、なんか何の普通あれってやっぱ3個くらいですかね。まあ短い。一番あそうですね。じゃあ3個くらい言ってほしいやつをじゃあ僕まあ YouTuber。YouTuber。ヒカキン。ゲーム実況。ゲーム実況。なんかあります？あ、トッピング、やっぱ足りない。トッピング、足りない。もっとトリッキーなお題とか欲しかったです。そうですね、全然関係ないやつ。関係ないやつ。観葉植物。観葉植物。いきなり来た。はい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 。関係なくていいんですか？はい。ラーメン好きなんですよね。あー。うお。あ、文章ですか？僕ラーメン好きなんですよね。そんな長い？いやいや。文章も行くんですか？文章も行くんですかこの人？まあでもそれでまあ踏むかわかんないですけど、ラーメン。ラーメン。僕ラーメン好きなんです。ゲーム実況、YouTuber、ヒカキン、僕ラーメン好きなんですよね。で、観葉植物。覚えらんねえもん、はい。じゃあいいんすかね、それで。はい。わかりました。じゃあ行きますよ。はい。一発勝負。一発勝負でやると切った短歌なら呼んでこいよ救急車、横に YouTuber、 いやこれは中枢部に入り込んでるぜ。俺の頭は回転中、俺の家にはあるテレビ画面と横には観葉植物、そいつはなんだ。観葉植物に魂が宿り、まるでなるぜ怪獣のビオランテ。好きなラーメンは塩ラーメンみたいに適当に頭で回転させながら回ってくベロ、さっき噛んだけど関係ないぜ。探偵棒はなくても俺の頭なら、えいよ回るぜティガリガリン、横にはミスターヒカキン、左足が勇み足なりそう。でも身だしなみにはヒカキンな、俺がじゃんじゃんとつぎ込んだマネ、俺の頭はまだ止まんねん。だからやるぜこの感じ超むずそうじゃなくすげえむずいそう。でもゲーム実況今がらしながらも頭が鳴らしながらやる単語、どんだけ入ってるかはわからんと言いながらもビーその上で俺が好きにフィーサイルしていくぜ。あれこれで全部のお題回収できたかわからんけれども回数 MIC マイクフォンはなくてもアカペラとビートボックス、このセッション7、8年ぶり。イエーイ、僕も全然どこで行ったっけ行ったっけ、すいませんもうプレッシャーに弱かった。すごい。いやいや全然、でもあのね噛んだりしてそれもそのままラップの上で言うってラップの言いはその場でこうフォローできるのが、フォローした方がまたそれもうまくフォローしたらそれが超嬉しいんだ。フォローもできるんでね、ある強い。ダメだ、言うことないわ。あれ強い。俺このこれ好きです。ゲーム実況であのやられた時にたまにちょっとやってるんですよ。でコメント欄見ると気づく人は気づく。完全にパロディしてる。すいませんね。やりたかっただけなんです。よしじゃあゲームで勝負しましょう。はい。はい、こちらエイムズの今これメニュー画面なんですけど、はい、僕がこの真ん中のスタイリッシュな黄色い服の女の子、横にいるこの、まあ、名前出てますけど DJ 松永、これがあれですよね、このキャラの曲やってるんですよね。そうだから松永さんがかまさにゃ流れへんんですよ、曲は。かまかして頑張るよ。俺が負けたら曲流れないわけでしょ。ヒカキンさんが勝ったらそのエレクトラの曲が流れるわけでしょ、うん、ヒカキンさんの曲なんですかね。マンウィズだ。マンウィズアミッションですね。ヒカキンさんがずっと勝ち続けたマンウィズが流れるし、が流れ、俺がずっと勝ち続けてたポルカドットスティングレイが流れるし、松永さんが勝たないとクリピーナッツは流れない。ちょっと待ってくれよ。ただマッチ荷が重いよ。51人でマッチングするんで、はい、その中でそのキャラクターの人が強かったら流れます。じゃあもういっちゃいますよ。はい。はい。51人のバトルロワイヤルということで、はい、3試合ぐらいやりたいですね。それで一番まあ全体的に成績が良かった人が勝ちと。お、来ましたよ。これ今待機島みたいなとこですね。あの待機所、ほら奥の方にさ DJ 松永あるしてって出てる。ただねこれ片手で親指だけですごいこう直感的に操作できるんですよね。来た。本社前の現金輸送車を襲え。襲えか。この車壊すと一番お金取れるってことですね。あ、そうなんだ。あ、そう。これが100万ですか。そうかな。
さあこれどこでバスを降りるか、降りる場所も決められるんだ。そうなんですよ。あ、この黄色い点とかが ATM なのかな。はいはい、あ、そういうことだ。ぽいね。よし、ここ通り。よしよしよし。さあ、あ、人降りてる結構。そっかそっか、やばい。最初にやられたくない。あ、出口切れた。え、やめてやめて、まだ早いですよね。やめて、まだまだ戦いある。仲間でしょ、仲間でしょ。まだまだ仲いいじゃん。まだ友達じゃん。そういうの違うね。友達裏切るぞこいつ。ごめんね、こういうやつが一番裏切るから。僕たち友達だよ。よし、ほらほら、これこうやって ATM 壊してお金を得て、ただあんま目立つとやられる。おい、コキンさんもうこれ結構稼いでます。1個壊しましたよ。わ、すげえ。おい、誰か攻撃された。 DJ 松永見えるね。やられた。これ R して見えるね、奥にいるね。よくないよ。あ、誰か DJ 松永氏、3000円しか持ってない。ちょっと俺1500円あって。あっ、ちょっと待って、やめて。頼め頼め。ちょっと待って、ね、わけわからん人にやられないでよ。逃がしてくれ逃がしてくれ。もうとりあえず出して逃げよう。何で今俺攻撃したの。あ、ほんだ、ここ激戦、2人とも激戦区に降りてる。マジ。あ、マジ違うかな。ちょっとそんな激戦区ではないか。2人に会いたい。やべ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 、ダメージカード。ふぅ、ダメージカード。逃げろ逃げろ。待って、スタイリッシュに行ってるよ。ちょっと待って、俺死ぬ俺死ぬ俺死ぬ俺死んだ。俺も死ぬ。あー、死んだ。50位って書いてある。いや、言ってる。いや、でも全然知らん人ですよ。よしよし、こいきた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 し、よし。どこにいんだ。ちょっと待って、全然会えない。負けるとすごい寂しい。すごい楽しそう。2人のプレーを見れるからね。羨ましい。いた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 。おらー。あ、最低。ちょっと待って。おらー。ちょっと逃げる。おら、 R して。おらおら、逃げ逃げ逃げ。これこれこれ、おらおら。え、でもこれ今 R の方が勝ったんです。嘘。大丈夫ですか。やばい。 R の方が金持ちなんですよ。ラップ以外で負けるわけにはいかん。ゲームで負けるわけにはいかん。ヒカキンさん頑張って。おら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 、 R して、を倒して。待って待って、うわ、なんでそんなボス。え、あ、倒して、倒した。よしよしよし、やったな。誰、エリート、やった。エリート、エリートヘッド。よし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 。やめやめやめ、まあ、やめて。え、やった。え、松田さん誰にやられた。え、俺なんかよくわかんない。俺もよくわからん。俺エリートヘッドかやつ。名乗ってくる子濃いよな。顔も見えずに。だいぶ僕 R して氏のお金もらいました。くそ、俺結構稼いでたのに。誰か倒したいな、俺も。ヒカキンさんだけじゃないですか、生き残ってんの。そうだ、あと1分ぐらいですよ。全然倒してはないんで、1人ぐらい倒してみたい、デビューしたい。あれ、2位消えた、なんだ。なんかすごい、なんか追いかけてきた、なんか追いかけてきた。どこどこどこ。やばい、ヒカキンさん追いかけてきた、後ろ。え、後ろ。え、本丸は、本丸はもう本座来た。ほらほら、あー、むずいむずい。あ、くそ。あ、でもお金倒したい。あー、バイバイ、お金。あー、すげー。全員散ってるじゃん。嘘、全員散った。散った散った。あ、え、ヒカキンさんやられた。私やられました。マジで強い。つわー。ちょっと待って、これ順位つくよね。いや、どう、死んだらつかないんじゃないですか。ちゃんとでもちょっと結果見ますか。見ましょう。くそ。さあ、終わりました。全員散った。マジで。まあでも生き残る方が少ないのかな、これ。そっか、当然。同じキャラのココジョ。ココジョさんが強かったってことかな。ココジョいくら持ってた。46万。すげえ。え、我々は、我々は、あ、15位だ。やっぱりね、普段ゲームしてますからね。ある18位。くそ。え、俺は、あれ、いなくない。今、入ってました。途中やめた。入った。やってなかったの。よし、これ32。そざこやん。悔しい。これじゃあ、お金メモっといて、お金にします。あ、それで最後決めます。確かに、うん、じゃあ俺は。そうしましょう。うわ、ちょっと待って、これを取ってる。 DJ 松永氏、14226。俺が、16240009480。ただ、ただ負けてるから実質0円なんだけど。じゃあ、次2試合目しゃあ、いきましょう。せめて誰か1人最後まで残りたいよね。あ、生き残りたいですよね。それはそうしましょう。だってさっきなんか現金輸送車、そもそも壊れてないよね、多分。え、そうなんですか。そうか、誰か、わかんない、最後壊したのかわかんないけど、見てる時には壊れてなかった。あ、そうなんだ。みんなで打たないと壊れないって言ってたんで、確か。あ、じゃあそこは協力しないとダメだ。みんなでやって、で、協力してお金取り合って、そっから裏切り合うみたいな。裏切り合うみたいなことですね。惜しい。恐ろしい。あいつがいっぱい取ったから、あいつを全員攻撃する。怖い世界やで。しゃあやるよ。アカンが、アカン、アカン。どこで降りるかだよな、これ。そうっすね。なんかいっぱい人いるとこで降りたくない。もうここで降りちゃおう。ここかな。さ
て怖いよぶちかましますかレディーってなってるねこれあ、R して発見今はさそんなゆっくり行きましょうそんなね、そのねこのなんかちっちゃいロボット倒すのも大事らしいんですよねそうなんですね、吉田さんそう、なんか攻撃力とかあと倒しとくとなんか後で強くなるみたいでうわー撃ってきやがったもんやめろよある倒されたよ、マジでじゃあ、ちょっとある弱えわ倒されたある弱えわもう言うことねえわ弱すぎて弱すぎて言うことやることねえわ、もう肩きてない、肩きてないよしよしあ、だからヒカキンどこだ呼び捨てになった、呼び捨てになったヒカキン、一個上だけどそう、大体同じくらいの世代なんですヒカキンさんお金どんどんあ、こいつは俺を殺稼ぎやがった俺を殺した上に私服肥やしてるぞやっちまえ不定野郎だおい待ってろ探して、ぶちぶち倒すいけいけどこだおい辛かったっけ怖いこのユニット怖いどこにいるんだいやなんかえ松永でも近くにおるよ松永さんよし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 今これのでけえ体で走ってるからよしおらーやべおい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 喧嘩してる喧嘩してるはいはいおい松永かぶせかぶせおらおらおらいけ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 おい逃げた逃げやがったおいどこに回復しながら松永さん回復しながら逃げたおい、なんかヒカキンさん逃げた逃げたおい、やがったおらー出せがーおら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 どこ行ったどこ行ったまた逃げやがったちゃんと回避してんだおい、ちょっと待って攻撃力上げてちょっと待って、おらおら逃げやがったおいおら、デブッチョデブッチョおら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 やばいやばいもうちょ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 い松永もうちょいあ、すげえ金がひ…やばいくっそやば13万やばいやばいやられたやった倒したクリーピーナッツをポコポコにしました。やられた。くそ。おい、二人まとめてやられたぞ。ちょっと待ってください。生き残ること目標にしましょうねって始めたのに。ギャングの世界、そういうの通用しないんで。くっそ。ひどい。やられた。うわぁ、こういうやり方かい。やっぱね、エイムズだからこそ、エイムが良かったね、この的合わせが。はぁ。じゃあもうこれはもうヒカキンさんに。俺らを倒したからにはそうですねそんなもん1位になってもらわないとやっぱり1位を終えいや怖いなちょっと1位限界売りましょうよ任せてください1位におし残り30秒えあそんな結構もうそんな時間取る1位隠れてんなおいあやばいやばい1位じゃないあこの人1位どここの人1位だえ1位いくよぐらい持ってるやばいやばいやばいやられてるやばい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 ちょっと待ってうわもう一番足動くないうわうわうわうっせぇお金全然ないじゃんやばいうわあんなに一瞬でお金全部奪われちゃううわ恐ろしい世界恐ろしいゲームこれせっかく裏切ったのえぇマジかやっぱり注目ギャングが勝ってる強いんだこれ俺って最終的にいくら持ってたことになるのこれヒカキンさんが3000少ねすっただ最高金額で我々計算しますからね僕13万9000飛んで99ですねこれだいぶ差がついたんじゃないですかえアルさんは1万だって俺すぐヒカキンさんにやられたから1万松永69316だってアル少なくないですかだってマジで俺はお金を得るために頑張ろうと思った志半ばとかも矢先に仲間の裏切りにより夢半ば散っていった志半ばな言い訳言い訳悔しいよしじゃあラスト最後はでもちょっとみんな最後までここ攻撃し合いたくないねこれは本当にそうそうしますか私もオッケー信用できへんいやもうしないしないマジっすかですかマジっすとか言ってそっちがしてくるかもしれないから怖い怖い疑似焼きになってる人狼みたいだな勘繰りやってるみんな泣いても笑ってもこれがラストバトル今度はほんまにみんな平和にそうよし俺最後頑張ろうマジかもうしっかりと生き残ろうよしあこれ注目ギャング TC はちょっと待って最初にやるなんであんま結果残してないのによしいきます怖いどんくらい降りてるからなまずあんま降りてないなスタートさあ頑張ろうみんな仲間だよ仲間手を取り合って戦おう
一緒に生きて帰ろうよ。ここはね、ギャングちょっと協定組んで。いや、そうすごいすごい、2位だ。え、誰が？俺が。マジっすか？まあ、ただ、あ、やめて、怖い怖い怖い。はぁ、マジで6万ちょっと競ってるな、ヒョキンさんと。同じくらい、1個壊したからね。おいちょっと R がちょっと10万いきましたよ、これ。え、すごいな、お前。それ狙われるかもしれないな。あ、ちょっと会って話しない。会って話しない。いや、なんか昨日打ち合わせしない。いや、無理無理、俺ちょっと今日あれ、ちょっと話しない。無理無理、今日話しない。怖い。あ、ちょっと待ってて、人がすげえいっぱいいるな。人がすげえいっぱいいる。ちょっと待って、あ、これ2分。あらららららら、え、いい感じ。さ、ちょっと2人に会いたい、せめて。あと1分半。そうっすよね、ちょっと、みんなで会おう。最近どう？最近どう？あ、お金落ちてる、なんで？あ、あるいる？めっちゃお金落ちてる。お、R 指定、発見。やめてよ。なんやんないやんない。そう。いやいや。で、みんなでこの車壊してみない？あ、そうや。そうします。こいつを壊せ、のところ。怖いかな？ターゲットが攻撃されてるよ。やべやべ、してくんな、お前。やめてって。やっぱこの車の。やべ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 。めっちゃ攻撃されてる。助けて。逃げたい。もう逃げたい、私。やりたくない。やばい。あと40秒。みんなで生き残るんだ。生き残れ。回復。どこだ、車。あの、話しよう。ちょっと待って。あ、でも人いっぱいいる。ダメだ。あ、話しようか。あ、人寄ってきた。やばい、怖い。話しよう。お前さ、何してんの。え、何してんの。いや話ある。あ、ほんまボールに転がった。あ、10秒しかない。え、あれどうしたんだよ。ちょっと待ってくれよ。 DJ 松坂に倒されてるの。え、マジで。何やねんこいつ。やばい、逃げろ。ちょっと置いてまします。あと5秒。ちょっと置いてまします。ちょっと、ヒカキンさん、松坂さん、どこいる、どこいる。おい、誰でもいい。おい、ヒカキンでも誰でもいいぞ。松坂君、今すぐに。あいつが、ないエンジメントね、あいつから。お前、どうした、お前。ちょっと、お前、どうした、お前。仲悪かったんだ、二人。おい、どこない、裏切りや。すいません、本当に、機嫌悪いみたいな。すいません、本当に。やっぱね、なんか不敵な笑みを浮かべてたんだよね。ない、ない。おい、4位だって。よっしゃ、負けた。よっしゃ、22万。よしよしよし。22万2187。ヒカキン、125372。負けて187400。え、結構でも持ってる。これ分かんなくない？じゃあこれ今までの3試合で、あ、そっか、総合お金の、この、いやでもその、どうなんやろ。どうしたお前。いや、なんかその、まあ、大丈夫かお前。まあ悪いことあったよお前。まあ、いっぱい稼いだけど、やっぱそのうちの、だから友達を殺して金得た順位で、まあほんまに嬉しいんやったら、まあそれがまあ松原さんっていう感じを俺は思って、これから活動していくことにはなるかな。やっぱりこの動画がきっかけです。ちょっとこのやつの亀裂が。あ、すいません。あとで謝らせ。さあ、じゃあ結果出ましたか。結果どうなんでしょう。じゃあまず第3位から。はい、第3位は、あ、はい、じゃあもうこれ1位にしますかね。優勝の金額は65,419円。え、どっち。第1位はヒカキンさん。うわあああやった。俺負けたと思った。え、いくらですか、松田。うわあ、惜しい。ギリや。くっそ、もうちょっと頑張ってれば。他の前の試合もうちょっと頑張ってれば。いやー、これちょっと動画のタイトルとサムネイル、多分ラップバトルヒカキン圧勝って。なんでやねん。ラップバトルじゃないわ。あるっすよ、カンパ。ちょっと待って、これカンパイですね。確かに悔しい。よかった、これで負けたらもう何も勝てねえってとこで。よかった、最後すげえ強かったから。ちょっとね、あるでも、どうやらゲーム見てるみんな、そのちびっこのゲーム見てるみんなは、ヒカキンさんも途中で俺を殺しました。で、松永もずっと長年やってきた相方を途中で殺してお金得ました。俺だけなんですよ、仲間を攻撃してないの。どういう大人になりたい、みんな。見てる子供みんな、これが社会だよ。
そうだね。大人だったらもうこんな感じだから。君はどっちの大人かみたいな。その仲間を攻撃せずに死ぬ大人、仲間を攻撃して生きる頃の君はどっちの大人かあのこういうやつらが勝ってくるんですよ社会では。一番汚いやつみたいな本当は強いわ。いや、よかった。やっぱり金金さんもちろん強いんですけど、松永さんも早いっすね。その飲み込み、やっぱりゲームやったことなくても、うん、やっぱり機材とかね。いや、そう、もう早い飲み込みが。でも最後、相方、苦痛の決断で相方ぶっ倒したのに僕には勝ってないっていう。うわぁ、相方裏切ったんやったら生き残れよ、最終。そうだよな。裏切り負けは悲しい。相方殺して負けてね、マジでざまんねえよな、本当に。そう、マジで面白い。いや、でも面白いっすよね。面白かった。面白かった。初めてやったにしては結構全然動けたし、お金ってところがね。いや、そこがやっぱね、生々しく楽しいというか、うん、このね、あの心理戦も楽しい。楽しい、楽しい、楽しい。この、最初、まあ、やめろ、やめろよ、みたいな。やめろ、やめろ、あ、お前お前って言って、仲良くしようよって言って。楽しい。面白いわ。というわけで皆さん、今回ね、クリーピーナッツさんの楽曲も流れる、このエイムズ、ぜひぜひ動画の説明欄からダウンロードして、遊んでみてください。でですね、12月17日にデビルメイクライ5とのコラボで二丁拳銃のダンテが使えるみたいですね。そちらもぜひチェックしてみてください。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。楽しかった。楽しかった。普通の話からゲームからちょっとめっちゃ楽しかった。ぜひ飯行きたいですね。あ、そうしましょう。ずっとカメラ回ってないところでずっとめっちゃ話してた。確かに。そうですね。あそこ使わないのか。あそこ使わないとこもいっぱいあるよ。そっか。あともう一個いいですか、はい、今日僕その最初茶番でちょっとだけこうラップ吹っかけようとか思って、それだけでちょっと怖くて、結構その上手い人の前でやるとか、そんな中で普通ライブとかでもテレビでやるとか、はい、生放送とかでも緊張するわけじゃないですか、はい、あれもしかしたら、出てこなくてなんかあの止まったりしたら日本中にそれ配信されると思うと、まあ超怖いとか、まあ想像ついたりして、でも負けれないとか、はい、ラスボスやるとか、それどんくらいプレッシャーあるもんなのかなとか、怖いとか、どうやってそれ打ち勝っていくんだ、その恐怖とか。あのテレビじゃないですけど、テレビとかに出る前の UMB っていうその、はい、その僕が3連覇した大会とかは、ほんまに3連覇し終わった後はなんか胃に穴開きかけたかなんかで、それでちょっと入院したぐらいやっぱストレス感じてたみたいですね、その時は。打ち勝つ方法はもうすることでしかできないというか、まあだから途中詰まったりとか、途中全然思い浮かばんかったとしても、そっからもう一回なんとかラップするしかないというか、全然ありますね。自分でもうわこの時何も浮かばんかったなとか、この時出てないやんみたいなとかもあるっすけど、そっからもう一回ラップの最中に巻き返せるかどうかみたいな、もうやるしかなかったですよね。いや聞きたいことバッチリ聞けました。いや、マジですか。そしてDJ 松永聞きたいんですけど、はい、あれ世界大会って出たのは1回だけ、はいはい、1回だけです。そう、あの普通って1回出て、はい、なんか予選の後ってでも敗退、2回目でなんか3位になれてとかじゃなくて、一発で、だってなんかあれってやっぱり審査員とかにやっぱ認められて、あーこいつ来たねとか一切なく、誰だこいつみたいなのでいきなりパンって勝つって、どうやって練習して、あー何が、まあ、ちょっと質問似てるんですけど、何が違ったから、そんなあの感性の違う外国人の審査員とか全部、はいはい、そうですね、に審査で勝つ、はい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 、飲食店でこうやって横でって寝てたのに数年の世界一になって本当ですね。なんでなんだろうな。でもずっと俺やっぱり相方が国内3連覇してるんで、はい、で横にいるとやっぱりね、俺も勝たなきゃってやっぱなってくるんですよね。まあそうですけど、それでポン勝てるもんじゃないというか。そうで俺だから日本一取ってなかったんです、最低チームの勝負欲しかったら日本一取って、でそれでなんか自分の呪いが解けたんですけど、世界大会は分かんなさすぎて行ったことないし、なんか俺の中でも日本大会と世界大会の間のこう期間って俺のボーナスステージみたいな感覚だったんですよ。でもその中であの1人絶対こういう人決勝当たるだろうなってやつがいて、それが結局そういう人決勝当たったんですけど、ニュージーランドのケースイズって DJ がいて、はい、俺の前年の世界チャンピオンなんですよ。でディフェンディングするんだって聞いてて、ケースイズのルーティンとかそのねプレー全部バーって見て、そこに水準を合わせてずっと家でバーって練習して、これ多分これなら勝てるっていうところまで、あの MC バトルと違うのは出たとこ勝負じゃないんですよ、即興じゃないから、家でもう練習してその作品を作って本番でドンなんで、もうそこまでの期間がものを言うんですよね。多分1年目だったから勝てたっていうところももしかしたらあるかもしれないですよね。出てきたぞっていう。そうだからルーティンみたいなものってその演目なんですけど、プレーの最
最短で1年かかるんですよ、それ作るのに。で、もっとかかる人は2、3年かかったりもするんですけど。で、その一連のプレーを全部やる。そうです、そうです。その年の数分間のプレーを作るのに、まあ、最低1年で、それ自分の感性引き立ててても全部出すんで、それを出してボーンって負けるとするじゃないですか。やっぱり自分の最大公約数、もう審査員見ちゃってるんですよね。で、もう1年翌年出るってことは、そんな真っさらでもう目新しいものをフレッシュさって難しいじゃないですか、はいはい、展開とか手癖とかある程度こう記憶に残っちゃってるんで、結構同じようなクオリティ当たってもちょっと順位下がったりするんですよ。だから俺1年目でやっぱりバーってきて、世界大会ロンドンで行われたんですけど、ロンドンの審査員も多分お客さんも全員俺も知らなかったんで、はい、で、分かんない状態でこうバーって新鮮なとともしでかましたんで、多分そこをもう、はい、もしかしたらこう空気全部持ってったみたいな、うん、の可能性もあるんだって。あ、そうですね。背中とかも使いながらそうそう、手のもあると思うんですよね、もしかすると。 YouTube DJ 初心者講座ありませんか？チャンネルいくつ増やすんですか？いや、すっげーいいこと聞けちゃって、やべー、テンション上がっちゃいました。あ、どうすいません。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画もしよければ評価、グッドボタン、ぜひぜひお願いします。そしてね、まあ知らない人いないと思いますけど、クリーピーナッツの YouTube チャンネルもね、説明欄に載せておきますので、たくさんね、ミュージックビデオなどありますので、ぜひチャンネル登録してください。お願いします。それでは、バーイ。